お忘れ物の内容にご注意ください。この列車は折り返し8時17分間通東羽衣の行きとなります。電車中の電車車内訪問を行っており、ご乗車の際はドアノブのボタンを押してください。5番ホームなんですね。列車とホームの間が広く空いているところがございます。乗り降りの際和歌山線は、和歌山線はどっちの方に行ったのか。電車中の電車、車内訪問を行っており、ご乗車の際はドアノブのボタンを押してください。から、和歌山線で、もう和歌山まで出ちゃってもいいかもね。うん、よしよしよし。だけ専門になってるんですね。おお、よいしょ。あ、駅ホームはこっち、うどんは悪いね。常にあのと同じか。はい、はい、はい。これ、姫路の方で神戸か。はい、はい、はい。これ、姫路の方で神戸か。で、天王寺大阪訪問がなくて、こっちか。ってことですね。これ書いておこう。こんなんもっちゃうしね。さあ、和歌山駅に着いたけど、こっから、どっちに行ったらいいんや？奥は、ゴーボーとかあっちってなってますもんね。で、あ、そういうの書いてある。和歌山市方面は8番ホーム。あははは。一回こっちから来て、あとか和歌山電車の方もあるね。和歌山っていうと、まあ三重県側なんで、どうしても新宮の方は良いけど、一旦和歌山市の方来ねえからな。和歌山線の引き継ぎ生産機ということ。乗り換え開始。あ、これタッチする、あ、IC カードでいいのか。そうそう。なかなか初見殺しな構造ですね。それで、タッチすればいいのか。もう一度触れてください。ほう、で、和歌山市、王子、王子方面行っても別にこっちにやってくるんや。
へえ。で、別に、あ、あれ、あれでか、あ、で、そこ和歌山電鉄とか。島根のね、で、あれ買えそうなんや、ん？これじゃないの？ん？どういうこと？エレベーターの階段あるんや、そういうことだ。じゃあ覚えきようもんな。ああ、スネズシな。そりゃ、こっちの方に行ったときますね。